この間では実践の中から裁きとしのぎについてお話しましょう。星に打ちまして、白も星ですね。でこちらに小目に打ちまして、で三々に打ちまして、でかかりまして、はい、で一間に受けましてね。でミニ中国流という構えですね。で割り打ちしまして、黒も割り打ちしましたね、はい、でそこでこう打ち込んでいきまして、こういう場面でこうつけましてね、押さえた時に二段バネするというのね、これはあの女用のさばね、あの女性の方に人気の相手なんですか。こう切られまして、でつないだ時にこうつけられましてね、ほとんどこの石が動けないんですね。あ、そうなんですか。こちらにね、いろいろ効きがありますんで、ね、石に動いてみます。伸びられ、はい、そこで切りまして、抜き、これは締め付けたという、きれいにさばくことができましたね、これは、まあ、生きることはできますけれども、はい、こんなにぴったり止められては白いけませんね、はい、そこで黒の付け二段ではですね、はい、ですね、白もこちらから当てる手がね、こちらから当てるんですか。はい、もう最近、はい、あの主流になってます。あ、そうですか。ここでつないで、でこう渡らすことによって、黒をこう2線に追いやるわけですね。ここでですね、普通はこう下がりを打ちましてね、で、こう押しという戦いになるんですけども、はい、この場合こうされてこちらの石も弱くなりますね。それとここら辺を一生懸命地にしに行きますとね、この割り打ちがいいところにいるんですね。そうですね、でそこでこの局面ではこの下がりでこちらへ押しまして、で伸びですね、でこういうふうに止めましてね、でこれ切られても下がりますか、でこう押さえましてね、はい、二目にして捨てまして、はい、あ、曲がり落ちましょうかね。そうですね、はい、こうなりまして、で、こちら厚くなりましたので、こちらへ詰めていくかですね、あるいはこちらへかかっていくのもいいとこですね。そうですね、でこの石を攻撃すると、いうふうな形を取ることになります。次も実践によくできるさばき筋をお目にかかけます。星に打ちまして、小目に打ちましてね、星に打ちまして、星に打ちました。でかかりに対してこう三間バサミというね、ここでコスミつけると、まあこちらへ伸びましてね、これ非常に穏やかな定石ですね。そうですね、はい、で下がりまして、はい、二間に開きましてね、はい、ここで押しを決めまして、はい、跳ねて、羽を打ちまして、伸びた時にこう詰めるというね、これも一つの作戦ですよね。そうですね、ここで白もこう飛び出して逃げる手もあるんですけれども、はい、逃げてもね、もうあちらの黒が丈夫ですから、面白くないということでね、こちらへかかりました。でこちらをいっぱいに地にしようということでね、下がった時にこう開きまして、ここでこうまあね、攻めは桂馬と言いますんでね、そうですね、こう攻めてきたわけですけども、これをどうしのぎましょうかということなんですけれども、はい、まずあのさばきはつけよと言いますからね、まずここへつける手が考えられますね。そうですね、はい、でそこで、まあ、つけには跳ねようで跳ねます、はいはい、でそこで例えば
こう伸びたりしまして、ね、でこう押されてですね、でこうつけてこう打った時に引きましてね、これはつなぎぐらいになりました。まあ爪ぐらいですかね、なんとか生きてるんでしょうかね、まだちょっと心配ですね、そうですね、ですしこれいかにもあの窮屈な打ち方ですね、はい、こういうふうに一生懸命目を作りに行く生き方、これはさばきではなくてしのぎの打ち方ですね。そこでこう つけて跳ねた時にですね、さらにこうつける手がここでつけるのがね、すぐにつけるんですね、さばきの筋なんですよ、はい、これは同じように押さえますね。そうしますとここでこう切り込むんですね。切るんですか、これはで黒もですね、はい、いっぱいに頑張りますとこうやりますかね、で伸びた時にこう抱えることになるんですけれども、はい、そこでこう切りましてね、でついでこう出た時にこの最初のツケがよく効いてますね、これね。そうですね、かけすぎの形になってますねそうですね、で黒もいっぱいに頑張ればですね、こう打ちまして、でこう押してね、こちらの断点を防ぐわけですけれども、はい、抑えまして抜きですね、で抑え込みまして、で跳ねまして曲がった時にこれ緩めなきゃいけませんね。そうですね、でこう下がりましてうずんだ時に放り込むのがね、あの攻め合いの手筋ですよね。そうですね、一回取らして、それから当てることによって、黒がこう当ててこうに来ても白の取り番のこうになりますね、でこうになりますし、こちらに跳ねて逃げていく形もできましたんでね、これは白のさばきが成功ですね。そこで白の切り込みに対しては、黒もこう引く手が考えられますね、でここでですね、引っ張ったのではちょっと生きるの苦しいですからね、抱えてしまいます、これは当てですね、はいはい、で抜いてつないで、そこで、こういうふうにね、こちらを収まることになります。振り返っちゃうんですね。そうですね、はい、あのさばきの心得ですね、あの他で得することができれば別にあの捨てても構わない場合にさばきを使うわけですね、ですからあの重い石重くならないように気をつけるのがさばきのコツです。次はしのぎの筋を見てみましょう。小目に打ちまして、小目に対してこうかったですね、で三三に打ってて、はい、少し珍しい布石でしょうかね。そうですね、二間に締まりまして、はい、こう打ちましてね、こうかかりまして、はい、かかりを打ちまして、で詰めまして飛びまして、こう大ゲイマに打ちましてね、これも薄いようですけど、まあ、この覗きなんか効いてるんでということですね、でこう攻めは桂馬なんですけれども、そこで黒もひるんでませんね、そうですね、反撃ですね、はい、でそこで、つけまして、そういきまして、でこう引いたんですけれどもね、これはもうなんていうか戦おうっていう手ですね。そうですね、この手でここへ切りますとね、まあこうですか、まあこういうふうになって、まあ抜きですね、でまあかけすぎでしょうかね、まあ当ての次という形になりますね。これはなんとなくあのこうつけて切って、これさばきの筋ですね。で実戦は引きました、でつなぎましたね、つけました、すごい競り合いが始まりましたね。そうですね、伸びて覗き落ちましたね、でつないで、で飛びが効きまして、これは防止されちゃうわけですね、はい、そこで、こうなったんですよね、
さてこの黒4子ですね、はい、とうとう包囲されてしまいましたけれども、はい、お季語なんかでですねこういう場面よくあると思うんですよね、相手になんとなくこう封鎖されてしまってね、はい、ここで、まずあ封鎖されたらそれじゃあ目を作ろうということでね、例えばこんなことしましてね、これよくお季語なんか出てきますね、よくありますねこういうのね、はい、でこういうふうに伸びられてですね、これ生きてる間にも碁は負けてしまいますね、はいはい、そこでまずしのぎの第一の心得としましてね、自分の石がまず危ないと思った時には相手の石の弱いとこをまず探すんですね、そこで、ここではなんとなく一番弱そうなとこどこでしょう、この辺ですか、そうですね、ここが大ゲーマですからね、はい、ですのでこうつけてみます、で羽に対して、切ってみます、つけて切るというのね、さばきでもたくさん出てきますけどしのぎでも使える手筋なんですね、はい、ここでこう当てますとこれは繋いじゃいけませんね、当て返すんですね、そうですね、でこう抜いて、はい、こうやっておりましてね、これは黒大成功ですね、はい、一目抜かれるの辛いみたいですけどこの覗きがひどい手になりましたね、なんかピンと一点飛びを抜かれて、そうですね、はい、じゃあ白も突きに対してこっち行ってみましょうかね、はい、でこう打ちまして、こう打ちまして、こう打ちまして、はい、こう打ちまして、切りましてね、こうなって、こうなりまして、こう出てもこれは切られましてね、これ以上うまくいきませんね、次当たりで取られてしまいますからね。ですので、先ほどみたいにこう危ないと思った時にこう行きに行きますとね、外の城が大変強くなって他に悪い影響を及ぼしますので、まず自分の石が危ないと思った時に相手の弱点を探す、これをまず心がけていただきたいと思います。次は三連星からのしのぎ筋です。しですね、この三連星の布石もね大変よく打たれてますので、そうですね、相手に打たれた時にですね、一つだけ覚えておくと便利なというね、筋をご紹介しようかと思います。でこう打ちましてね、ここでまずこう一つ飛んでね、こちらの模様を広げてみるのが一つのポイントなんですよね。で次にこう飛ばれますとこれいいとこですから黒もね、コスミつけてこれを利かしまして、でこうつけましてね、これは一つの形ですね。これはもう黒は固めてるんですね、この白を。そうですね、はい、もちろん単にこう防止してるともありますけどこの方が黒の形がしっかりしてますね、はい、そこでかかりましてコスミつけましてね、これは攻めの情景ですね、はい、でここでこの局面こう付け伸びまで来ましてね、黒がこちら大変丈夫になってます、こういう場面でこういうふうに角に打つ手がね、これは普通でしたら打っちゃいけない手なんですよね。そうそうそう、この飛びが決まってない時にやっちゃ損なんですよ、はい、ですがこちらが硬いという条件の下でですね、はい、大変有力な手なんです。あ、そうなんですか。こう押さえまして押しまして羽に対してこう跳ねましてね、これは二段跳ねする形ですね。ここで下へ跳ねまして押さえた時にこう切り込むというのはね、あ、これはここが両当たりになってるんですね。そう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 、はい、でこうつなぐと抱えられますんでね、はい、こう当てて頑張るわけですけれども、はい、こうつなぎまして抜きになりましてね、はい、そこで切りましてつなぎましてで伸びて黒の伸びにはこうつけていきましてね、これ一つの頭を出す時の形ですね、でこれで頭を出していって、この形がですね、この飛びとこのつけ伸びの交換ですね、大変黒利かされになってしまいましたね、厚みを小さく囲った手になってしまいましたね。そうですね、はい、
ですのでこういう場合に、この羽切りですね、角からですね、大変有力な筋です。次は中国流からのしのぎ筋をお目にかけます。星に打ちまして、星ですね、こういきまして、はい、星ですね、これ中国流ですね。こういうかかり方も時にあるんですよね。で一間にしまって二間開きという形ですね、はい、星に打ちましてかかりましてね、こう打ちまして伸びましてね、これも攻めの情景ですね。でこういった時に一つのかかりを決めましてね、で受けた時にこう大ゲイマに行きました。これは上辺のですね可能性を豊かにしようという作戦ですね。色模様ですね、はい、こう押しましてね、ここでですね、まあ、こう飛び出せば普通の形なんですよね。でこれでも、まあ、悪いということはないんですけど、少し例えばこういうふうに受けられましてね、こうかあるいはコスミかどちらかですね、受けられててまだこちらの薄みを見られる、でこちら固まってくるということでね、少し不満なんですよね。そこでこの手でですね、この場合こうつけましてね、こうやった時にこれ引く手では面白くないんですね。引くのは継がれましてね、いかにもちょっと窮屈なんですよ ね、 そうですね。なんですがこの手で下がる手がね、面白い手なんですよ。これはしのぎの場合の、一つのね形なんですね、はい、でこの下がる手でこう切りますと、これはさばきですか。そうですね、はい、これはさばきの形ですね。でもこの場合はこういうふうに当てられまして、下がった時に、ね、つなぎですね、これこう抱えましても押さえ込まれましてね、抜いた時にこう飛ばれましてね、さばきの時には場合によったら捨ててもいいという条件が ね、 ですね、ついてなきゃいけませんが、これは大きいです ね、 そうですね、これちょっと捨てるわけにいきませんね、はい、ですのでこの場面ではしのぎの手筋を使うことになります。でこのつけ下がりなんですけどね、この手を打つ時には一つの条件があるんですね。これもし黒がつなぎまして、でこう曲げが打てる形になればね、大体成功なんです。押さえた時にこういうふうにこうしっかり守っておきましてね、でこの曲げが打てたことによって後でこういうハサミつけとか覗きとかね、相手の地に闇が生じますね、はい、で大きく収まることができます。このつけ下がりが有効な場合の条件ですけれども、はい、こう押さえ込む手がね、ある場合にはこれやっちゃいけないんですね。そうなんですか。もしこう突き当たってこういうふうな形になる場合はね、これはこの形の急所も残りましてね、これは白はあんまりうまくないんです。ここで押さえに対しては切っていくことになります。白は切るんですね、はい、ここ でこう伸びた時に、ここで押して戦う手もありますが、主張関係がね、有利ですから、こういうふうにいく筋がね、ここに打つんですか。これもぜひ覚えていただいておきたい手筋ですね、はい、で、こういうふうに当ててくればこう伸びます。主張いいですからね、はい、でつなぎに対して叩きましてね、これはもうあっさりこの2子取れましたね。そうですね、ですので押さえ込む手が成立しない場合にはこのつけ下がりがね、非常に有効なしのぎの手段になります、はい。実戦からさばきについて見ていきましょう。打ちまして、死に打ちまして、ここですね。死に打ちまして、はい、なかなか面白い布石ですね。そうですね。これどちらか寄せる
のが普通なんじゃないんですか。うん、別にあのこういうのもあるんじゃないですか。そうですか。実戦譜も見たことあるような気しますよ。あのプロの実戦でもね、はい、これはアマチュアの実戦なんですか。そうですね、はいはい、両方かかりましてね、なんか中央に手ありですね。そうですね。一方下がりに行きました。下がりました。でこれに対して詰めました。そうですね、この手では、うん、こういうふうに大きく攻めていく手もね、こちらの方が有力でしょうね。はい、小さくね、小さく攻めに行きますとね、白からもいろんなさばきの手段がねあるんですよ。こうですね、これは頭を出してしのごうという手ですね。でまだこれ 石の数が1個ですからね、はい、さばくんでしたら今のうちですね、こういうふうにつけまして跳ねて切りましてね、こうここに頑張ってくればこう切り込みましてね、抜きに対して出ていきましてね、出からいきましょう、はい、これそれから切る方がね、そうですね、この交換がある方がコウにしにくいですね、黒ね。そうですね、続いてですね、そこで伸びまして押しまして伸びまして、こう跳ねてくればね、これこう曲がりましてね、もうあちらの3子を捨てましてもね、こちらの方面が大きくなって下辺が白大きくなっちゃうんですね。そうですね、はい、それで白十分に打てる分かれになりますね。こちらにこうこの二間開きの石もいましてね、黒が強いですからこの場合さばきが有力でしたね。これはしのぎの手ですけれども、こうだんだんこう石数が増えてきますとね、さばきの手筋が使いにくくなるんですね。石が重くなっちゃうとさばけないんですね。そういうことですね、はい、でそこでつけましたけど、これは攻める石につけるなと言いますんでね、はい、こちらの方へ飛んで、こちらの攻めも見ながら大きく攻めるとこですね。つけは、ちょっと相手を強くしちゃうんですね。そういうことですね、はい、で、つけました。ここきましたね。ここではね、下がったんですけどね、これはかけついでおくぐらいだったかもしれませんね。そうなんです、はいはい、実戦下がりまして、はい、まあ、攻めてる場面ですからね、下がりたいんですけれども、下がりになりまして、そこでねこうかけついだ手がね、いかにも普通の手なんですけれどもね、この並びなんかが効きまして、重い形ですね。ですのでこの手ではですね、ここへつける手が欲しいんですよね。あ、ここにつけたいんですね、白は。ですがこう打たれまして、下から切ってはい、つないだ時にこうついでいきましてね、こうダメを詰めてこられましたね。ダメを詰めないと隅の攻め負けてしまいますんでね、はい、曲がった時に抑えられて、これ切ってもちょうど支柱に取られちゃうんですね。あ、そうですね、ですのでこれは白失敗ですね。そこで白はですね、ここへつける手がね、ここにつけるんですか、考えられますね。もし黒がこういうふうに受けてくれればこう押さえまして、で切った時に当ててですね、伸びた時にこうかけるというね、これは石の形ですね。これは綺麗なさばき形ができました。白のツケに対してこう、まあ、伸びてね抵抗したくなりますが、それからツケ越しまして、それからツケ越すんですね、はい、で切りまして、ついだ時につないでおきましてね、はい、今度はこれ無理にね、無理に取りに行きますと、で伸びた時に、反対に取られてしまいましたね。これは大変ですね。実戦のかけ継ぎは少し重かったですね。そこはいいとこですね。で大ゲマも好転です。でかかりに受けました。星に打ちましたね。この爪も好転ですね。そうですね、はい、でここ
ここでつけたんですけどね、こちらが狭いですからね、ここでは三々に入るぐらいの手の方がね、妥当だったんじゃないでしょうかね、こうつける手っていうのは白がどちらから押さえるか迷うときに有力なんですよね、はい、この場合は当然こちらから押さえてきます ね、こちら狭いですからね、はいはい、切りですか、はい、そうそう、この手も強い手なんですけど、そう伸びてる方がね、黒に裁きを与えなかったようですね。出まして、はい、でこうされましたね、はい、でそこでこう当てて動いてったんですけどね、はい、この手もあのしのぎの手なんですね。あ、そうなんですか。まだここでは石数が少ないですから、当てないでこうですね、そうそう、そこへつけるのがいかにも裁きの形ですね、はい、羽に対して切っていきます。でこれはですね、ちょっと利き味がいっぱいありますんでね、まあ、例えば白も抵抗してみましょうか、まあね、こういうふうに打てばね、一応こちらは普通の形ではあるんですけどね、そうですね、取られるんですが、切りまして逃げた時にここから切られましてね、はい、これはなんとなくなんとなくはまってきましたね、これね、はい、これひどいことになりましたね、はい、ですからこのツケに対して白は全く抵抗できなかったんですね。こう実戦当てまして、ではこれは全く利き筋がなくなっちゃったんですね。うん、そうですね。しかしこうかけついでね、一応あの大きく荒らすぞとかいうふうな時には有力な形なんですよ。ですけどまだこう苦しいしのぎにね行くことはありませんでしたね、はい、で覗かれて、はい、ですね、で封鎖されまして、で跳ねましてね、はい、そう跳ねて、この跳ねが効くのがね、このかけつぎの自慢ですね。で、あ、来ましたか、なるほどね、これはつなぐぐらいですね。で、つないで白も押さえを決めました。目を作ったんですね。生きることできましたけど、はい、ちょっと窮屈でしたね。そうですね。次も実戦譜から見ていきましょう。星に打ちまして、星に打ちましたね。二連星に今度かかってきましたね。で二間高ばさみに一間と、まあこれ一番わかりやすい定石ですね、打ちまして、こうですか、これは桂に打ちましたかね、はい、はい、一つの形ですね。これもあのアマチュアの方のね、実戦譜なんですけれども、はい、でかかったですか。これね、二間ですからこうコスミつけるっていうのはね、普通なんですけども、この場合伸びられてこちら弱くしますね、ですのでコスミつけでは、こう一間に単に受けておくとか、あるいはこういうこともありそうですね。上から封鎖しちゃうんですか。ちょうどこう連絡しましてね、弱い石が握手して相手攻めるというのはね、非常に効率的ですよね。でコスミつけたんですね、はい、締め付けると相手を強くしちゃうんですね。そうですね、はい、重くすると強くするはよく似てますからね。そうですね、使い分けが難しいですね、あ、そうそう、跳ねましたけれども、こういう場合は伸びている方が、いいんですね。あ、そうなんですか。突き当たりにはこう K にしましてね、次のこのツケを狙いますね。極力相手の形を決めないんですか。そうですね、この跳ねてあとまた断点が残るという打ち方ね、はい、ツケには跳ねよと言うんですけどね、時にあの悪手になることがあるんですね、はい、で、そうやりましたけれども、こう伸びましてね、こうなればね、この形の方が黒働いてるわけですよね、はい、実戦跳ねて、伸びになって、で突き当たりを打って、後から継ぐことになりましたからね、最初に伸びてあればこうはいきませんね、
げました、はい、これはこの石を攻めたいのでこっちに持たれてるんですか。はい、そういうことですね、はい、黒もいっぱいに頑張りましたね、まあ、この手ではまあ飛びぐらい打ってるともあったんでしょうね、こちらからいっぱいにこちらの2連星を意識しましてね、これは先に得をしてるんですね。そういうことですね、はい、こういう打ち方をなさる方も多いですよね。そうですね、とりあえずあの取るもんは取ってしまう。そう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 僕もそういうの全然好きなタイプなんですけど、ね、あ、そうなんですか、はい、結構がめつい。あ、そうなんですよ、はい、でこういきました、はい、こうやってね、白もねちょっとこれは怒らないといけません ね、 そうですね、こっちねいっぱい打たれましたから、はい、そこでですねここで実戦ちょっと問題の手が出たんですよね、まあ、この石がねこの黒の石が大変弱くなってきましたけど、実戦これはそれ打ちましたね。そこで三三に入ったんですよね、はい、これは明らかにしのぎではなくて、もう捨て石に出たわけですね。あ、この三三はですか、あ、こう打ってくれるとうまいんですけどね。あ、そうですね、それは大きくね、はい、収まることができますけれどもね、はい、この場面では当然下がってきますね。そうですね、はい、でつなぎまして、そう打ちましてね、羽を打って、出を打ちましてね、はいはい、で跳ねてつないでね、はい、でつなぎました。こういう形になりましたけれども、捨て石作戦ですけどこれはちょっといかにも大きかったですね。そうですね、そこでこの黒石をですねしのぐときにまず考えられるのがこういうふうに打ちましてね、でつなぎましてでこう羽を打ちましてね、はい、抑えに当てを打ちましてね、これは目を作りにいってるんですか。そうですね、でこう打てば、はい、あとは生きることできそうですね、はい、しかしこれで、しのぎの手筋というんではね、ちょっといかにもこれはね、そうですね、白の地を固めましてね、はい、ちょっと辛いしのぎですね。そこで実戦はまあ振り返りに行ったわけですけれども、ここでもっといい手があったんですよ。ここで今覗いてねしのぎに行きましたけど、はい、ここへ割り込むという筋がね、もう一歩踏み込んでですね、これはあの場合によったらこちらの黒を大きくいきますよ、あるいはあの小さくなら取ってもらってこちらの方で儲けますというね、あのさばきとしのぎの中間のような手なんですね、はい、これはもしこちらから受けますと、はい、引いておきましてね、これをこちらへ継ぐとここへ三三を送ってがうるさいですね。そうですね、でそう打ちます。で跳ねてやった時に、当てを決めましてね、はい、で今度例えばねこういうふうに生きておいてもこちらのツケの味もありますしね、先ほどよりだいぶ後ろをへこますことができましたね。そうですね、そこで白もこちらからね反撃したくなりますね。で切りまして、これに対して、まあ、ポン抜きは味のいい手ですけども、これは切ってね、大きく収まることができますね。そこで白もつないで頑張ってきます、はい、下がります、つなぎます。ここでね K に打つ手がいい手なんですよ。 K に打つんですか、はい、これは出てくるのとかは大丈夫なんですね。出は受けてて大丈夫そうですね、はい、ここでまあつけるのがね、普通の形ですけれども、この場合はもう跳ね出してしまいましてね、ハサミつけですね、はい、ここでこういうふうに抱えまして、これはつなぎですよね。そうですね、つなぎに対してこう跳ねましてね、はい、連絡しちゃうんですか。そうです、こう出て、渡っておきましてね、次にこう押さえられたらこれ取られてしまいますね。そうですね、ですので何か抱えた時にこういうふうに打っておきましてね、これは大きくしのぐことができましたね。そこで白も反対にね、この白が取られては大変ですからこちらの方へね、行っていますね、はいはい、ここで例えばあの曲がりぐらい打ちましてね、こちら捨てたとしてもあの実戦よりはね、随分味がついてるわけですけれども、はい、つないで頑張ってみましょう。これはこうですか。そうですね、はい、
そこでこう下がってみましてね。これは次にこう跳ね出す手がありますからね。そうですね、何か受けますね、はい、そこで、はい、これは反対に、なんとなく黒がうまくいきましたね。これは白が大変困ってきましたかもしかすると、はい、あ、これ攻め合いもうまくいきませんね。こうつなぎましても、これは何かつないでおきましてね、はい、これ攻め合いもうまくいきませんし、もしこれ負けててもこういうふうに打ってましてね。そうですね、これはもうあの大さばきが大成功ですね。この石が今度危なそうですし、そうですね、はい、ですのでこ の, あの割り込むという手ね、あのよくできる形ですし、よくできる筋ですので、ね、ぜひ応用していただきたいと思います。次もしのぎについて見ていきましょう。修作流の布石ですね。そうですね、しかしこう高くかかって、挟んでというね、というか最新型の修作流ですね。一見の時にこう打ちまして、こうつけて跳ねて下がりました。こう伸びを決めまして、こう打ちましてね、はい、でここで K に打ちましてね、この押しを誘ってるわけですけど、これは打ちにくい手ですね。そうですね、そこでこういうふうに頭を出して、はい、並んだ時に、こうビンと沿いましてね、これもしのぎの筋ですよね。でこう開きましたね、はい、で、こう締めたんですね。そうですね、はい、それに対してこれも一つのさばきの形ですね、はい、で K にかけました、はい、でね、いきなり付け越していきましたね。いきなり喧嘩を始めてきたんですね。そうですね、ここに黒石があるということでね、強く使っていく、ここで、シチョウに抱える手はあるんですけれども、はい、これは下から受けてましてね、抜いた時に伸びておきましてね、これポン抜きですけれども、この1個がねちょっと無駄になってて、はい、これは黒十分な分かれですね。そうですね、そこで白も下がってですね、強く戦っていきました、ちょうどこう切り結んだね、これは笠車、あ、そうですね笠車型っていうんですね、はいはい、でこすみまして、つけまし て, 引きまして、はい、これもあの隅の一つの形なんですよね。割り込んだんですね、はい、割り込んで次を打ちまして、はい、つなぎと変わって、ただしこう覗いたんですよね、覗きに対してこれ覗き打ちたいとこなんですけども、はい、白つないだのはちょっと正直すぎたでしょうね。このつなぎは正直すぎるんですか、ここではこれじゃあはっきり聞かされですからね、はい、こう出ていって、こう切りにはもう出てしまいましてね、押さえれば切って、とりあえず反撃して、もしこう出てくれば今度は相手の石が重くなりましたから、それからつなぐというのがね、一つの調子ですね。質問おとなしく継ぎました。引きましてこう打ちましてね、こちらをとりあえず飛びまして、押した時に飛んだんですけれどもね、これも竹符の方がしっかりした形でしょうね、はい、そうですね、はい、実戦飛びました。ここでですね、この白も弱い石ですね、でこちらの白も弱い石ですね、こう2つ弱い石ができた時は、とりあえずはこちらの白のしのぎが焦点になりますけれども、できるだけこっちに迷惑をかけないようにしのがなきゃいけませんね。そこで味方に迷惑をかけないんですね。そういうことですね、はい、実戦はこう打ったんですよね。
飛びが薄いということですぐこう咎めに行ったんですけれども、うん、この2目が取れればうまいですからね。そう、はい、取れればいいんですけどね。これこういうふうに打ちましてね、はい、これはなんかだんだんこちら弱くなってきましたね。そうですね、ですのでこの手はちょっと失敗でしたね。ですからここで白はこういうふうにね、もう単に弾間を出ていくんですね、はい、頭を出しておいて、はい、黒が何かね、こういうふうに挟んでくればとりあえず頭を出しておきましてね、はい、ここは例えばこう、まあ、一番露骨な手でもこういう覗きなんか効きますよね。はい、そうですね、ですので、こちらの白がこれだとまだ強い形なんですね。黒の形もまだ薄い形なので、はい、相手の石は強くしない、で自分の石に迷惑かけないというのが大事なことですね。ではさばきの名曲をご覧に入れましょう。一緒にしました。対車の定石もね、はい、たくさんありますけれども、この碁はあの明治時代の碁なんですけれどもね、はい、こういう大型定石みたいなのは古碁によく出てきますね。そうですね、ですしこの対車定石も、まあ、ここまではだいたいこうなるんですけどね、こう伸びました。やはりあの流行があるみたいで、その時代によってね、いろんな形が打たれてますね。伸びまして、はいに対してもう一回伸びましてね、それで押さえ込んでという、はい、はい、この形も昔の碁ではねよく見かけるんですけども、最近あんまり見ませんね。そうですね、しかし現在でもね通用する立派な定石ですね。で、かけ継ぎました。そこでここはね、白の勢力を広げながら黒の方を制限するというね、絶好点ですね。ここまでが定石なんです。源氏守の急所ですね。もちろん見守りまして、コスミツケから厳しく攻めます。この場合はコスミツケるのはいい手なんですか？そうですね、こちらの白が強いですからね、はい、覗きに対してなかなか素直に継ぎませんね。石ですね。そこも形ですね。白も形の急所です。白の眼形も狙ってますね。形の急所ですね。下に挟みました。いきなり打ち込みましてね、はい、当然黒をコスミ出します。ここからのね、白のさばきがこの後の見どころですね。実戦、ここへ打ち込みましてね、この狭間をついて出てきたところまでの進行ですけれども、現在白にはですねこの石とこの石、2つ弱い石がありますね、はい、こういう時にはですね、両方しのごうとしてもこれはちょっと無理があるみたいですね。近づいてますのでね。そうですね、はい、例えばこういうふうに打ったりするとこう押されましてね、これは典型的な絡み攻めになってしまいますね、はい、そこでさばきの手筋が、登場するわけですね、こちらへ星へつけたというのがね、これはちょうど真ん中ですね。そうですね、
あの裁きの形ですね、黒の対応によってどちらかを大きくしのごうという手なんですね。で実戦はこちらへ跳ねました。ここでですね、黒としても大事なことはこちらへ跳ねる手とこちらへ跳ねる手と2つありますね。でどちらの跳ねに対しても白が切ってくることになるわけですから、あの取りたい方の石の反対跳ねるということが大事なんですね。そうですか。じゃあここに跳ねたということはこちらの石が取りたいわけですね。そうですね、はい。で、こう当てまして伸びまして、でこうかけ継ぎましてね、このかけ継ぎは一つの形ですね。この地点がこの覗きの利きの隣にいますね。ですのでこの覗きの利き筋に対して一番働きのない地点にいますので、そこで黒のかけ継ぎが形ということになるわけですね、はい。でこれは下がったんですね。下がりも形ですね、はい。こういうのは当てたりしちゃいけませんね。押しに対して、でこの押し立てでね、例えばこちらの方を押してみましょうか、はい。ここ白も下がって頑張りましたんで ね、 そ う、 ですね。そういきますと曲げを打ちまして伸びになりますね。でこう叩きましてね、叩いてからこう出ていく形ですね。これは石の調子ですね。そうですね、はい。でこう出られて、これはこちらの黒もちょっと危険になってきますね。そうですね。で押しました、はい。白もしっかり取りました、はい。これはもう元から黒はこちらの白を取りたかったので、そういうことですね、はい。作戦通りですね、はい。でそこで、大きく押しを一つ打ちましたね。押しを一つで大きく打ちました ね、 ね。これは例えばあのなんかこういうふうに打ちましてもね、はい、これまだはっきり取れてるかどうかこういう聞きがありますんでね、はい、連絡を見ましてね、はい、分かりませんし、あんまり手堅くやってますとこういうふうにね、こちらの黒に対して攻撃される可能性もありますね、はい。そこであちらにも援軍を送りつつスケールを大きくね、ましたね。この時にこうです。そうですね。これもこちらを守りながらこちらの白に声援を送って、この黒をねなんとなく封鎖してるわけですね。そこで黒もこれはこう打ってね、安全を確かめておきました、はい。そこでですね、ここへコスミつけたんですね。このコスミつけは渡りを見てるんですか。そうですね、こう当てて渡る狙いですけれども、はい、これに対して黒もですね、渡りを遮断する手というのが非常に打ちにくいんですね。そうですね、ここへ継ぐのもね重い形ですしね、後にこう飛ばれたりしましてね、この黒が重くなる可能性もありますね。それとこういうふうにあの連絡を遮断する手というのは、あの両方の白石が弱い場合にはですね、当然連絡を遮断していくことになりますよね。ところがこの場合はもうこちらの白はさほど攻めの対象ではありませんね。そういう時にはあのダメを切ったというようなことになりかねませんので、ここはちょっと打ちづらいんですね、はい。実戦は上から封鎖したんです、ね。封鎖したんですね。だからどうぞ渡ってくださいと言ったんですよね、ところがなかなかあのこういうふうにいきましたね。そういうとなかなか渡ってくれないんですね。素直にはいそうですかという人は少ないですねどうもね、はい。5の場合はですね、はい。で覗いていきまして、そうですそうです。これもね、あのこの手はですね、あの何とかしてもとりあえずここ渡ってくださいよと言ってるわけですね。こう渡ってもらいますと、あのここに石が来ることでね、少し黒も丈夫になりますし、はい、何とか渡ってくださいと言ってるわけですけど、例えばこの手でこう素直につないだりしますとね、白もこちらへ向いていくんですね。でこう押さえまして、こういきましてね、こう打ってこういきましてね、つなぎまして、でこうとりあえず墨をね、墨を生きちゃうわけですね。墨を生きてですね、墨を生きただけじゃなくてまだこの西に脈が残ってるんですね。そうですね、これはなんとなく黒つらいですね、はい。そこで黒は隅から押さえました。もし白がこちらへ渡れば、ここにこう味よくつないでおきましてね、こちらを大きくしようという作戦ですね。ところが白がここへ出てきました。そうですね、これはですね、受
けますと、やはり曲がられてましてね、まあ、こう継ぐ形ですけれども、先ほどのピンと継ぐ形に比べてだいぶへこんでますね。そうですね。後でこの断点の味なんていうのもね、嫌味になってくるかもしれません。そこで白の出に対して許さんといったわけですね。ここで下がるのは抑えられまして、ちょっと危険ですね。そこで上に伸びることになります。こういうのはよく取りに行くときに打ちますよね。そうですね、はい、時々実戦で見かけますけれどもね、はい、どちらもでも気迫の応酬ですよね。そうですね、そこで一つ切りを打ちました、はい、この切りがね、さばきの時によく使う様子見というやつですね、はい、これはこちらを抱えると、抱えますと今度はこちら方面にいろいろな効きができましてね、はい、こういうふうにつけるような形になりますね。あ、ここにつけるんですか。もし黒がこういうふうに受けますと、こう打ちまして、はい、二段バネにはまあつなぐのがね、肩つきですね、普通の形なんですけれども、はい、そういう準備をしておいて、これは下準備なんですね、でこういうふうにいきましてね、こう打ってもこう抑えられましてね、はい、この三子がちょっと危険になってきましたね。そうですね、これ取られちゃったんじゃないですか。そうですね、危ないですね、はい、そこでツケには、こちらからね、受けるのもなんとなくね、こう利き筋の方へ近づいてくるんでね、打ちにくいんですけれども、二段バネしまして、二段バネには肩継ぎですね、肩継ぎが形ですね、はい、そこでこういうふうに押さえましてね、はい、これは次のこの切り下がりを見てますね。で抜きぐらいでしょうか。でそこで伸びてね、で黒もこう切っていく手が強い手なんですけれども、はい、こちらの味を含みにしまして、なんか例えばこの辺にね、あ、今度はこの石が、そうそうそう、いつの間にかね、さばいてこうガチャガチャってやってる間に、構成に立ってしまうというようなこともね、ここは大きく取れたのかと思いましたけど、はい、こちらが取られてはね、採算がありませんね、そこで、切り込みに対してはちょっとね、これは味悪くて打ち切れませんので、こちらへつないで受けました。ここでですね、まず白からこの曲げという利きができましたね、それからもしこちらがですね取られるようなことになった場合には、こちらの引きでね、打つこともできますね。こう渡りと、引きにはだいたい押しになる形ですからね、はい、こちらの方で活用することもできます。これ2つの可能性ができた時には相手に様子を見るというのはね、まあ、さばきの鉄則なわけですけれども、はい、今度はこちらへつけましてね、今度はこちら側につけるんですか、ですから何か黒がこちらを小さく取りにくれば引きで打ちますよと、大きく取りにくれば曲げで利かしてね、逃げ出しますよということですね、はい、この手で例えばつけてですね、いきなり曲げを決めたりしますのはね、はい、これは抱えと変わりまして、これは重くなってしまうんですね。これは今度大きく取りに来られますよね。そうですね、今度はさばきではなくてしのぎという立場になってしまいますので、はい、できるだけ相手の石数の多い場所ではさばきということをね、はい、心がけていただきたいと思います、はい、はい、そうですね、これに対してですね、黒はどう打つんでしょうか。例えばこういうふうに跳ねたりしますのはね、はい、これはまあ二段バネがね、よくある形ですね。例えば切って抱えたりしますとね、これは一見主張にならないようですけど、この曲げが効いてますからね。これは、そうですね、切って、まあ、これどちらですかね、次ですか。で、この曲げが効いてますので抱えた時にこれは主張に取れますね。そうですね、これは取れますね、はい、はい、そこで黒もね、こう打つのはどうでしょう。上伸びていますか、これはこういうふうにいきますかね、これは例えばこういうふうにいっても、はい、強硬に切断しちゃうんですね。そうですね、これはさばきとかしのぎじゃなくて攻めになりましたね、はい、でこちらはまだ
こういう余地が残ってますので、ね、はい、この引きの余地も残ってるのも大きいですよね。そこで実勢は下がったんですね。そうですね、これはあのもし白もここであんまり行きますのはね、こういうふうに跳ねてこられましてね、ちょっとこれ白も重い形になってしまいますので、はい、こうはちょっと行きづらいですね。そこで跳ねまして、で切りです。そうですね、ここで切った手で跳ねたりしますのは、これは二段跳ねする形ですね。ここに利き筋があるそうそうそう、例えば伸びたりするとちょうど出られましてね、はい、困ってしまいますので、はい、ちょっとここは行きづらいんですよね、はい、ですからここ切ったんですね。切りました、はい、でその時にここそうですね、はい、今度は白もこの石をね、担ぎ出そうという作戦にしますので、作戦を決めた時にはもう形を決めてもね構わないわけですね。でここを担ぎ出したわけですね。そうですね、はい、そう伸びて、はい、伸びの時にこういうふうにね中央へ頭を出しておきまして、はい、これを決めずにこうつけから押さえる形ができたことで中央にすんなり連絡できたということと、はい、それとこの曲げを決めた形、まだ後でこう当てる手があるんですね。そうですね、つなぎましてもつないでおきましてね、これは切りですか。切っても当たりが効いてますので、抜きに対してここを渡られちゃうんです、こちらの黒をね、反対に攻めるという狙いが残ってますね。ですからこのさばきといっても一歩間違えば相手を攻めちゃうぞというね、そういう狙いも常に含んでるわけですね、まあちょっとここの手段についてはね、いろいろ難しいこともあったかもしれませんが、なんていうかこのさばきの雰囲気というのをね、ちょっと味わっていただけたらと思います。